はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマルイジラの土地からやっていきます。さあ、ウィンジャの人たちをみんな助けてやって、バタリの陣の外で、まず仲間に。ここだね。いた。陣に入れてくれ。ロープを切断しろ。あの先か。これ、はい。あ、違う。切る。見張りを食い止めろ。待ってよ、ここ。間違った。ベアかも。あれ敵か。ほら、ここは矢で戦うべきで、ほらほら、まだ来る。はい、外したが、ほい、今押してる、押してる、押してる。これで橋をまずつなげると。来てるな。これは動物で命令してもいけないな。痛い痛い痛い。で、壁となるところ。ほら、槍投げてきてる。痛い痛い痛い。つながった?つながる。よし。全滅した。よし、行くぞ、ベア。突撃。あ、で、仮面つけた。熱いが、熱いが、熱いが。よし、これに恐れるのか。恐れてる、恐れてる。めっちゃ恐れてる。めっちゃ逃げてく。これただの仮面なんだけどな。ほら、すげえ逃げてく。バタリーも引き下がるのわけがないよな、これで。この時ビジョンの中では燃える矢と組み合わせてたけど、みんな逃げてく。どんどん逃げてく。ありがたい。クマついてきてる。この先か。深い、明るい。あ、クラティのお面をつけてきたぞ。怖がれ。横からやってきた。あ、取られた。なんだあれ。熱い。熱い。バタリ、うん、あ、あれ、皆既日食?バタリーは正直、売るほど強そうには見えないけど。どこ行った?いた。普通に突っ立ってるけど。ほら。あれ?熱い、熱い、熱い、熱い。そういう感じの攻撃?動物いけるのかこれで。待って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 、たくさん敵来てる。シャドウテイクダウン。ほら、近すぎるとシャドウテイクダウンが効かない。向こうが火ならこっちも火で。だがちょっとダメージが、あ、バタリーには火が効かないのか。どうしよう。ほら。で、あの矢はすげえダメージが高い。で、クマが燃えてる。クマが燃えてる。物陰に隠れながらバタリーにダメージを与えないといけないが、
硬い敵が。ほら。オッケー。まだいる。クマー、クマーがやられた。熱い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 。痛い。ほら。クマー生き返れ。バタリーには、槍だ。隠れてる。あれ、もや、なんか、燃やせそうなんだが。あちゃちゃちゃ。ほら。かすってない。ほら。あちゃちゃ。ダメージ高い。これ、マックスまで回復しとかないとまずいな。どうしようかな。スティング爆弾とか効く？ほら。効くのか。よし。で、2連弓にして。壊せないのかな、あれ。壊せそう。壊れた。全部壊しちゃえばいいんじゃないの。ほら全部壊しちゃおう。ほらダメージが高すぎるから。こっちも。はい。で、はい、よし、これで物陰はない。なんというゲス戦法。あ、槍の材料が。待って、敵が来る。こっちやろう。ほら寝てろ。テイクダウン。シャドウ。ほら、あ、レッジテイクダウンができない。ほらまだ来てるぞ。これ硬いやつだぞ。お、あ、待って、動物が捕らえられていた。クマ、クマ、動物逃げるし普通に。ならば8爆弾。おお、待て待て待て。はい、バタリーにもこれだ。矢が1本しかない。あとは弓じゃないとダメだな。ほら、うん、外すのがもったいないな。まだ来てる。8爆弾。ちょっとお前とは戦ってられない。ほら、まだ来る。クマ生き返らせよう。やばいな。はい、で引く。で、8爆弾も作れない。凶暴化だな。ほら、痛い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 。まさかもう肉ない。肉ないのか。ちょっと厳しい。バタリーをなかなか倒しにいけないな。ほら、燃えてる燃えてる。ほら、まだいる。さあ、バタリーなんだが、時間差で増援が来るのか。熱い熱い熱い。回復。ここで死にたかない。コンボがあるじゃん。コンボくらい。あっ、待て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 。
何と戦ってる。テイクダウン、クマを生き返らせて、クマ、凶暴か。これはバタリ、バタリーによし。でコンボ、コンボ、コンボ、あ死ぬ。凶暴化でいいものがあったんだ。火のダメージ軽減で、バタリーはあと半分、槍があと2本、これ壊しとこう。で、はい、バタリー自体はそんなに硬くないから、どうする。スティング、あいえ、回復して、ほらで、コンボを高めに投げる。あんまり効かないな。待て待て、こいつはやばい。火のダメージは若干軽減されてる。こいつ凶暴か、あ凶暴化済みか。回復させて、ほらまたイジラク。こいつは、あ後ろ行っちゃうのね。待って、木があるぞ、木、木をゲット。敵がいる、ほら。ちょっと待って、硬いやつを凶暴化させる必要がある。でもこいつはもう凶暴化してるんだ。おら、テイクダウン、シャドウ、回復して、クマを生き返らせられない。厳しい。バタリー出てきた。火打ち石がもうないのか。こっちからやれない。ほら、こっからじゃ危ないな。超狙われるな。で、これ使おう。こいつ凶暴か。ほら、頭、頭当たんない。いってえ。持久戦、危ない危ない。こうやつ、こうやつどうしよう。こいつ倒す、いって、倒れて、よし、バッタリエ。あいつ初動とともに矢放ってくるからな。で火つけて、少し痛い、待って回復、もう回復薬がない。ん、待って、まだ8爆弾があるじゃないか。ほらよし、
あと少し、あと少し、敵来ちゃったか。うん、降りてきた。さて、イジラが降りてきた。イジラじゃない、バタリ。どうやって倒すか。近づいたらあの矢がな。お、動物来た。今だ。よしよしよし、オッケー、勝った。ハハハ、待って待って、何だそれは。待て待て、なんだそれは。スシドギスタルマルバ。いや、あ、飲むんかいお前が。大丈夫？ん？ロシアに？こっちのかがり火まだ取ってないしな。まだ終わらないか。バタリの陣完了。なんかぶっ倒れて、なんかおかしなところにスキルゲットで、あ、おかしなところでもないな。そうだ、ドアは殺しちゃったけどロシアに忘れた。よし、じゃあこれで3オーカーの、すげえぐったぐただったけど3オーカーのバタリーも倒して、あとはこのロシアにと、ここを制圧しちゃいたい。
はい、てなわけで、ちゃちゃっとかかり火の制圧を終わらして、今回で収めようと思います。これで全部の拠点とかかり火を確保して、現在村人は、どれだ ?234 人。そして、ロシアにもまさか殺してくれなんて言わないよな。そういうキャラじゃなかったよな。ロシアに。まいった。カルウィビシャウサ。ダウィンジャー。バタリウゴアンタ。イジーラヌウェンジャドワヤヌータシラオドラクナスタナイウェンジャハシワサンクワイシワダタクワイシジーラウェンジャハシワサヌマスマシダチャイマガタウィンジャー・ハジラス、アイス・イズ・イラ・サシマン・シュワガイタ。ウィンジャー・ハジラ？マ、ムドゥチャン？トゥ・ハジラ、ドゥチャンタ。畑。畑の指揮を取る。ロシアにはそうなった。共存していくと。サイラ。ウグワーム。ウィンジャー。ゴールシャマース。オーラ、マルワ。ソシドギスタルシャ。マシダムシャバル。ナティハイカゴワスタ、サイラ。Salwa Urus, Winja Nashman Waida Takar Nashman Dwayash Shaja Mas Warbiti Warish Tibal Shayu Winja Yoga Takar Warbati Takar Warbati Takar Uhar Nu Ti brajaš svarsta. Urus 制服。終わった。てなわけで、切りよくパート30で終えることできた。というわけで、紀元前何万年だったっけな、紀元前1万年の世界で、石器時代を生き抜くというゲームだったんですが、まあ、これまでのナンバリングタイトルと全然違うといっても、まあ打撃攻撃しかないような感じで、まあ、銃がないという世界だったけど、まあ、動物と一緒にポケットモンスターさながらのバトルをしたりだとか、いろいろやり込み要素も他にあると思うので、まあ、面白かったです。というわけで、ファークライプライマルの実況は今回で終えようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Sustugistar, Dagua, Ulkaikaida.
Winjara bandars, guarpeti yequa sanguars. Na, mas urusuma. Nu, magis guardijans, guanan yaudan. Takar, jao.